全米陸上競技選手権大会は全米陸上競技連盟が主催する毎年開催の陸上競技大会でアメリカ合衆国の国内選手権大会。1992年以降、夏季オリンピックまたは世界陸上競技選手権大会開催年は両大会の代表選考会を兼ねる。アメリカの陸上競技選手権大会の歴史は1876年に ニューヨーク陸上競技クラブが国内選手権大会の運営を決定したことに始まる。それ以前の1870年からナイックは春と秋に競技会を開いていたが、第7回周期競技会を第1回の全米大会とした。アメリカアマチュア競技連盟が1879年から大会のスポンサーとなり、1887年からナーアーが主催者となった。 当時、ナーアーよりも力のある陸上競技組織であったアマチュア運動連合は別の競技会を開くことにした。そして1888年には2つの国内選手権大会が開かれることとなったが、翌年からは AAU が大会の唯一の主催者として、ほぼ一世紀にわたって国内競技会の主催者となる。1978年アマチュアスポーツ法が、 制定された結果、AAU はオリンピック競技に関して何の権限も持たないこととなり、AAU から派生したザースレチックコングレスが1980年に初めて全米選手権を開催した。TAC は1993年に全米陸上競技連盟に改名し、今日まで全米選手権を主催している。以下の種目が実施されている。 1928年までは全種目でヤードを採用していた。1929年以降はオリンピック開催年はメートルで、それ以外の年はヤードを利用した。総種目は1974年以前までヤードでのみ測定していた。ありがとうございます。